皆さんどうもこんにちは、ミントスです。今回は悪魔城ドラキュラから出てきたダークロードの DVD キャラクターを紹介していこうと思います。このキャラクターの主な特徴は人間モード、妖怪モード、コウモリモード。人間モードは手から炎が出せます。直線上の炎は出せはするんですが、なんとこの炎、低い障害物を貫通することしかできなくて、三角様みたいに壁を貫通して撃つともちろん当たらない。私は最初使った時思いました、なんで当たらないんだろうと。そしてここの説明文見て衝撃を受けました。低い障害物を貫通して、もう貫通じゃないです、正直言って上に乗せて飛んでいったらって感じですね。三角様との違いをつけるために仕方ないのかなと思ったんですが、普通に使いづらかったですね、これに関しては。そして妖怪モード、こちらモード、サバイバーを追いやすいモードと言われています。移動速度が上昇して血だまりと赤い傷マークがよりはっきり見えて、生存者が戦闘棒を残していくようになる。ダークロードは戦闘棒を回収して強力な飛びつ攻撃を繰り出せるってあったんですけどね。もうここまで聞くとめっちゃ強そうと思ったんですが、正直言ってあんまそんなに窓枠と板を使われると追いかけれないです。これに関してはうまくやれば追いかけれると思いますが、そこまで追いかけれるとは思わない方がいいかもしれません。ただ飛びつき攻撃は2段階仕様になっていてですね、1回飛びついた後にもう1回飛びつくみたいなやつができるので、ちょっとした短いショートブリンクジャンプみたいなやつができるので、それを駆使すればいい感じに見えるのかもしれませんが、今のところなかなかむずくてですね、大変だと思っておいてください。そして最後コウモリの姿、もうドラキュラっぽいですね、コウモリ姿っていうのがね。探知孵化ステータス効果を得て、なおかつ移動速度も速くなり、飛び越え障害物を無視できる上に、32メートル以内の窓枠や倒れてる板などにテレポートが出て、うわすごい強いじゃんってなるんです。ただ生存者が見えなくなってしまうので、追いかけてる最中にどこ行ったんだろうみたいなことが起こりやすいので、使用するときはちょっと練習が必要だと思います。続きましてはパークの説明。人間の行く生存者や未開封のチェストが8メートル以内に入ると、それらのオールが3秒間見える。チェストを蹴ってチェストを閉じる能力を得る。ぶっちゃけサバイバーがチェスト開けることになんか本当にすっごいデメリットがあるとかってまたあれなんですけど、ぶっちゃけサバイバー箱開けることにそこまでデメリットを感じるのかなっていうのが個人的な思いではあります。そしてしかもこう蹴った後ですね、なぜかサバイバーは 50% 早く解除をすることができるっていう、デメリットとメリットがついてですね、これ必要かっていうのを個人的に思いました。はい、支配それぞれのトーテムとチェストに対してね、生存者が初めてアクションを行うとき、そのトーテムまたはチェストがエンティティによって8秒間ブロックされる。ブロックされたトーテムとチェストはですね、見えるんですよ、8秒間。これに関してはですね、すごいいいなと思ったんですけど、ただこれ破滅とか、そういう類のものを壊させないようなためなのかなっていうのは思うんですが、必要かなって思いつつ、とうても守りたい人向けの構成なのかなと思うんですが、それならペンティメントでいいんじゃないのかと思いつつも、ちょっとここら辺難しいところですね。最後悲惨な運命。1台の発電機の修理が完了すると、ランダムな無力なトーテムが呪いのトーテムとなり、オブセッションを呪う。オブセッションは 33% の修理速度ペナルティに来るし、めちゃめちゃ強いですよね。そのオブセッションはその呪いのトーテムの12メートル以内に来るとそのオーラが見える、これに関してはガングとかね、その系統のと同じような感じで見えるという風になってます。当然壊されるまでは効果継続されはするんですが、ペンティメントでいいんじゃないかなって、またこれもまた思ってしまうわけですね。はいはい、壊されるまでは能力は持続するんですが、強い、超なんでしょうね、強いといえば強いんですけど、ちょっと難しいですね。狩りの興奮とかと合わせて使った方がもしかしたら強いのかもしれませんね。それではプレイの方やっていきましょう。相当負け越しました。それではどうぞ。皆さんどうもこんにちは、ミントスです。今回はザ・ゲームでダークロードヴァンパイアやっていきましょう。いやー難しいですね、本当に。
足跡があるじゃない、ここに。はい、まずは一発で、こっちもか。さあさあ、オッケーね、いい一発。何やるじゃない、あんた待ちなさい。さあ、さすがに、さすがにそれは通さない。 OK 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 OK、 まずはね、まず一発入れてからの、どこだ、なんか回してんね、まだ。 Don't be over dramatic。 お、結構攻撃短いよね、あんた。はい、さあ追いかけていけ。何？当たってない。何？当たってない。オーケー、オーケー、危ねー。はい、ケルファイヤー、いいですね。これこれこれ、待ってたのは。危ない危ない。お、なんだ、いるね一人。どこだ、こっちか、まあ、こっちでも痛ないからね。え、なんだそこにやってんのかい。オーケーオーケー、工場叩いていくよ。はい、オーケー。あったって、くっ、待ちだ、あんた。オーケーオーケー、この前板壊して、はい、はい、オッケー。あと一度だ、あと一。Run, you fool! まだいたのかい。待て待て。これ捕まえて。何？どういうことだ？水力発電持ってるってこと？おいおい、3人捕まえたと思ってえらいことなったんですけど、なんなのこれ、どういうこと。はい、そんなことある。よし、まあ、今回大丈夫やろ、さすがに。さあ、ここでどうなるか見してもらおうか。お、はい、
なにこいつ避けるのうまい。待って待って、そういうパークで遊んでるのこいつ。予想外の展開ってことね。持ち上げるか。さあこれでどこだ、どこに。いやニコラスも隠れてんのかこれ。どこどこどこだ。しかもこれ壁とか凍りますからね。どっかに隠れてんね、これは。どこだ？オーケーオーケー、これで追いかけようか。加速！お？さあやろうか、ニコラス最後の戦いをな。ほう、ニコラスどうだ。さすがに。さあ狼で最後食ってやろうお前のこと。なあお前らとんでもないパークをつけて遊んでるみたいだな。ふざけやって。なかなかエグかったぞ。よし、いやこれ何ついてたんだ。勢力争いとなんかもうそれか2人ぐらいいたね。いやこの狼ダブルアタックちょっとな入れたかったんだけどな。まあいいでしょ。というわけで皆さんまたよかったら見てください。じゃあ最後にねパークで見ていきましょうか。なかなかすごいパーク構成でしたね。いやさすがにこれが2人いるとは思わなかったね。というわけでまたよかったら見てください。ミントスでした。よければチャンネル登録もお願いします。またね、バイバイ。